まあ、基本的に原料はやっぱりあのこだわってるというか、まあ麺糸でもね当然そうなんですけど、やっぱ原料をやっぱ落としたらやっぱりあの洗濯した後の型崩れするとか。まあ、これはねちょっとまああの糸の作り方は企業秘密ですけどね。しっかりしてるけどしっとりしてる。はい、しっとりしてる。僕は熊本の商店街で100年続く老舗洋品店で生まれ育ちました。20歳の頃にフランスに留学し、グッチ、パリ店で働きました。同僚になぜ日本には世界ブランドがないんだと言われたことが非常にショックで、エルメスもグッチもルイ・ヴィトンももともと工房から生まれたっていうことを知りました。日本のものづくりからそんな世界に誇れるブランドを作りたいと思ったんです。今は年間100以上の工場を全国津々浦々訪問しています。世界一流ブランドを手掛けながらも表に出ることがなかった職人の熱い思いや技術、地元の方が愛する本当に美味しいご当地グルメを伝えたいと思って YouTube を始めました。こんにちは、トシです。今森下メリアさんに到着しました。これから行ってきます。いつできた？いや、1907年ですよ。1907年。まあ主にどっちかというとアッパーゾーンというか、あのこだわりを持ったお客様に対して生地をやっぱ提供するというか売るというかね、カットその生地の工場ですけど、非常にもうゆっくりというか生産性が非常に悪いんだけど、遅いんだけど、生地がリカッタしてちょっとすごく味のあるものができる。チャレンジされてるなと思うんですけど、どんなきっかけでその世界に行くようになったんですか？やっぱり今から10年ほど前にやっぱりまあ、このままではやっぱり日本 の, そのまあ繊維というかお客さんもそうですし、やっぱりあの海外にかあの販路をあの見出さないとやっぱりこの先行き詰まるんじゃないかというような話があって、まあ、だから日本だけじゃなくて今はアジア中国のお客さんもいたりとか、まあ、日本だけで見たらやっぱ限界があるんで、やっぱ広く販路をねやっぱりあの広げないとということで、まあ、ちょっと海外の開拓を始めたんですね。ちょっとぐらい故障したやつは自社で直しちゃう。あ、そうじゃないです。まあ、電気系統とかでも今はコンピューターにして全部こうなんていうのユニット入れ替えとかなってるから、それ以外はもう直しちゃう。それ以外は直すのは、まあ、針系とかそういう生地 の系統とかね、全部直すね、自分で、ね。あ、そうですか。やっぱ一回使ってもらってやっぱり生地が良くてあのデザインも良くて売れたら、やっぱり次からってリピートでやっぱりあの今年のちょっとコレクション見せてくださいとかメールでどんどん来ます、来るというか。今おっしゃったように、うん、生地は素材、うん、デザインいろいろあると思うんですけど、そこがいいから選ばれてるわけですね。そうね、素材とやっぱりそうですね、あの物とですね、あとまあそれとプラスやっぱりデザイナーさんの感性でやっぱりどういう形に料理してもらうかというか、生地でもそれはねやっぱり形によって全然違ってくるんで、あとは着心地がいいとか。まあ、基本的に原料はやっぱりこだわってるというか、まあ麺糸でもね当然そうなんですけど、やっぱ原料をやっぱ落としたらやっぱり仕上がりが良くないとか、あの洗濯した後の型崩れするとか、今回ねファクトリーさんに出すこのやつも糸でやっぱ年始にこだわってるやつを今回新しいのをちょっと出させてもらおうと思ってるんですけど、まあ、これはねちょっとまあ糸の作り方は企業秘密ですけどね。はい、森下さん、はい、今日はありがとうございました。いえいえ、どうも。このロングセラーだったんで、はいはい、それに負けないぐらいの、はい、そうですね、お客さんに愛されるアイテムになるといいですね。そうですね、これも本当やっぱりシワになりぬくいもあるし、やっぱすごく土木が、はい、すごくあの張り感もあって詰めてます。だから張り感あるんだけど風合いはすごく柔らかく作ってるので、うん、着心地が良くてすごくずっと着れるアイテムになるかなと思いますね。はい、じゃあ何度洗っても大丈夫？そうです、大丈夫大丈夫。あのシワになりにくいとか糸にもちょっと作り方をちょっと差別化してますから。原料からこだわって編み方もこだわって、はいはい、そうですそうです。あと最終の工程の仕上げもちょっと硬いんだけど、柔らかいというか着心地がいいというか、まあ、そこもちょっと改良考えて。ちょっとだから張り感ありますもんね。いや張り感あるけどすごく風合いがしっかりしてるけどしっとりしてる。はい、しっとりしてる。
白もあると思うんですけど、あの透けないですね、うん、あの白も透けない、白も透けない、これ、はいはい、やっぱりこれまあネイビーだからなかなか分かりにくいんですけど、非常に透けないというか、あのジャケットの下にこういう T シャツを着て、まあ、シャツじゃなくて T シャツ着るっていう場面にも多分すごくいい商品だと思うんで、すごく着やすいと思いますね。これは新しい新商品、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。森下さん、今日はありがとうございました。あ、いえ、どうもありがとうございました。どうもバイバイはい、いかがでしたでしょうか、森下さんのこだわりのものづくり、すごいですね。原料からそして編み立て加工まで、こだわりが本当に素晴らしいと思いました。これから出る新商品もぜひチェックしていただけたらと思います。僕のこのチャンネルでは全国各地のものづくりや食について発信しています。もし興味がある方はチャンネル登録やぜひいいねをよろしくお願いします。それではさようなら。